おはようございます。学校に行く日です。今日は何もうまくいきません。本当にランニング一つとしてうまくいっておりません。今日は普通に平日水曜日なんでね、学校に行かなきゃいけなくて、結構キラキラした Vlog を撮る予定だったんですね。まあなんかイタリア大学生の1日みたいな。朝7時に目覚ましをセットしてたんですけど、11時に起きました。信じられないです。もうその時点でまず今日1日の撮影計画が頓挫して、本当に萎えてます。こんなにもうまくいかないというのに、空は雲一つない快晴、空気の読めない天候だぜ。ご飯でも買います。バカうるせー。7時に起きる予定で11時に起きたということは、まあ、当然2限までは終わってしまったわけです。いやもう最悪だよ。昨日も学校行けなかったのにさ、寝坊して。今日も 1,2 限行けなかった。最悪だわマジで。Do you have any need to go? Mozzarella, tomato. Oh yeah, mozzarella, tomato, ham. カプチーノとパニーニ、サンドイッチ、ご飯食べます。朝ご飯です。うん、うまっ。めっちゃうまっ。昨日の夜さ、4時ぐらいまで寝られなくて、でも頑張って7時に起きるぞって思ってたんだけどな、しっかり寝ちゃった。しっかり7時間ぐらい寝ちゃった。最悪だマジで。でしかも最近肌の調子悪くてさ、水が合わなくて、こことかこことかめちゃめちゃニキビできてるんですよね。それも最悪。めっちゃうまい。もっと悲しい方が起きてさ、見て、こちら何が起こったかというと、コミュニティガイドライン違反がコミュニティガイドライン違反が複数あったため、このアカウントの使用は永久的に制限されています。 TikTok 永久凍結です。辛い。やってらんねえわマジで。うん、ひどいよ。絶対に何もしてない。前に1回別のアカウントが永久凍結になった時は戻せたんですよ、異議申し立てして。でも今回は異議申し立てもできないタイプの凍結、もう有無を言わさぬ凍結なんですよね。あー、鳩が近づいてきてる。キモい。鳩ってマジなんでこんなキモいの。結構マジで無理な動物だわ、ハトって。これちょっと本当に怖い。ゴキブリよりもハトの方が無理かもしれない。ゴキブリはなんか大丈夫かも。怖い。気持ち悪くて怖いマジで。何考えてるか分かんないもん。同じ哺乳類と思えないほどの理解し合えなさだよ。絶対に相入れない存在。今日人多くね、平日なのに。暇人かよ。まあ、ちなみにこんなね、サンドイッチ食べてコーヒー飲んだりしてるんだけど、三軒が始まってるんだよね。もうここまで来ると賢者タイムだよ完全に。もう萎えすぎて萎えなのになりそう。萎えなの。ご飯食べて元気出して予言から覚醒して頑張るわ。ちなみに何もうまくいかないのは今日だけじゃなくて、昨日の朝は可愛いポーランド人とカフェでモーニングデートするはずだったんだけど、まあ、当然11時半に起きたからポーランド人は一人でカフェでコーヒーを飲んだらしく、本当にうまくいかない。本当に申し訳ない。せっかくのチャンスだったのに。もうマジ僕学部内で一元切りのランマルとして知られてしまってるんだよね。まあ一元で見たことないんだけどって言われる。それはちなみに嘘で、2週間で1回だけ一元間に合ったことある。本当に真剣なんだけどな。でしかも昨日警察署にわざわざ滞在許可証を申請しに予約取って、昨日行ったらめちゃくちゃ書類不備あったわ。7個出す書類のうち4つないって言われた。半分以上ないらしいわ。ハトが来た。
もう死ぬほどいるわ、ハト。うわやばい、覇王色、やばい、やばい、リボンすぎる、ごめんなさい。動物ってのはこっちがビビってるとそこの隙につけ込んであいつら攻撃してくるから、ごめんなさい。お前らのことなんか怖くないかっていう、マジ覇王色出さないと動物園舐めてくるから、本当に覇王色、やばい。僕も鳩に片腕食われるから絶対にそんなことは許さない。僕はもう腕食われる前にうせろギンってやってここからか。なんか毛づくろいってる、この鳩やばい、毛並み育ち悪そうすぎる。いや気持ち悪い、本当に気持ち悪い。ちなみに白シャツにベストとかでさ、制服って思う人もいるかもしれないけど、普通に趣味でこういう格好をしています。個人的な趣味思考です。今後何も変なことが起きないことを願います。それでは学校に行きます。大学着きました。イタリア人がいっぱいいます。ちなみにこれがうちの大学。僕の授業はあっちである。もう多分授業始まってるんで、ね、44だわこれ。全然耐えるやん。耐えてるとは言い難いか。謎の塔から授業の上に入れるっていう謎システム結構好きだわ。これだよね、こっちじゃないっけ、あっちか。塔を間違えると変なところに入っちゃう。でも今日は何もうまくいかない日だから入れないかもしれない今日マジでうまくいかない日だからさ、まず一旦ポーランド人に謝ろう。昨日はごめんっつってブッチしてごめんねって謝る。遠すぎ、遠心力で転びそう。開いてない、ガチ。やったわ、はぁ、誰、やったわ。コンコンコンってしたら開けてくれないかな。誰、何もうまくいかねえわ今日は。悪いことっていうのは連続して起こるものってゾロが言ってた。膝痛い、階段降りすぎて膝痛い。タバコ吸ったから行く、もうそれクズすぎるからまあ授業に行くぜ。ちょっと今日はねうまくいかない日だから、エレベーターを避ける。止まったりしたら怖い。エレベーター来ないせいだ。授業突入するわ。授業一コマ終わりました。クソ長かった。休憩 now です。ちなみにあと2コマ。Hola. Hey, hola. Do you want to say hi? Yeah. Hola. Hi. Say something in Italian. Ciao. Pasta, pasta, pizza, mandorlo. Mozzarella. Mozzarella. Yeah. Yeah. See you later. See you later. 普通にいいやつ。かわいい。そう。普通にかわいくて好きです。イタリア人かわいいやつ多い。本当はもう一限あるんですけど、なんか長すぎてクラスの半分ぐらい帰ってて、もう僕もいいやと思って、はい、電車で帰ってます。疲れました。ちなみに帰るときに例の可愛いポーランド人をご飯に誘ったんですけれども、今日は予定があるって言って断られました。マジで何もうまくいかねえ。
ポーランド人は今日も可愛かったけど、ご飯に行けないから意味がない。いいよ。夜ご飯に行きます。なえたから美味しいものでも食べてお酒を飲んで、こういう日は忘れようと思います。うまくいかない日は酒を飲んで忘れて寝るでリセット。こうやって人生うまく生きていく。そのために酒って合法だから。ということでお店で会いましょう。スペイン料理のなんか飲み屋っぽいところ、バルみたいなところに来ました。かわいい。30ユーロぐらいの、かわいいを頼んで、これはパンが来ました。ボトルで頼んだんで、しっかり飲んで忘れよう、そういう気持ちです。頼んだものが来ました。なんかタコとジャガイモのやつ、イベリコ豚の生ハム、チーズ、パン。適当につまみながら飲もうと思います。いい感じに酔っ払ってる今ね。気持ちいいぐらい。締めが食べたい。ボトルを飲み切って、まあ、まだ残ってるけど2軒目に行きます。締めを食べて1杯ぐらい飲んで、今日は気持ちよく就寝。2軒目で会おう。バイバイ。最初の撮ってんじゃねえよがちゃんと酔ったおじさんおじさん系だから酔ってないから実はね。酔うとか知らないから。ゲーゲー。顔赤くなってないちょっとね。うそ。それで2軒目です。ここ1回来てんだよね。抱こうと思ったら脇毛が生えてて撤退したチャイニーズと来てんだよ。よかったら上書きできて嬉しい。男と来てるんだ。嬉しい。全然嬉しい。マナーが違いすぎるからきつかったマジで。家まで行って撤退したから。ちなみにこれはアプロルスピリッツ。発音もいいね。何頼んだ。これはね、ピニャコラード。美味しそう。めっちゃ、めっちゃ美味しそう。隣のね、お一人のモデルさん可愛すぎる。どうしたってぐらい可愛いよね。オーラ違った。びっくりしたマジで。服装がね、小学生の青いシャツで、なのにめちゃめちゃ様になって、眉毛まで金髪の、金髪、ちょっと白っぽい金髪なんだけど、最高にかっこいいよね。羨ましいわマジで。嫉妬する。でもなんか髪を下ろしとこうかな。対抗戦だ。そう、申し訳ない。こんな部屋着てマジでかっこいい。インスタ教えてほしいもん、隣の人。めっちゃかっこいい。僕がヒカキンになったら堂々と聞けた。俺は1000万の YouTuber なんだが。悔しいわ、ヒカキンになりたい。そんなことない。リゾット食べる。マルゲリータ。リゾットでマッシュルーム。アルフンギ。アルフンギか。アイフンギか。リゾットが食べたくてさまよったから、ね、今日街を。リゾットにすればよかったかな。ケチってパスタにしたからパスタね、間違えた。だからそれ言うと俺がまずドケチみたいなね。主戦ドそんなことあるかな俺美味しそうじゃない。なかなかマルゲリータもう切れてるから手でいけるって。いけるか。絶対にいける。でもナイフ出してくれてよ、わざわざ。それは出しただけ。パフォーマンス。強くなりたくば食らえ。うん、美味しい。いいな、僕も食べよう。謎の1軒目みたいな2軒目でした。バイバイ。おはようみんな、ルールルです。寝転がって飛んなくていいの。いや、ちょっとさすがに床だから。ルールルそんなワイルド系じゃないから。いや、気持ちよく酔っ払ったわ。だるいことは忘れた。じゃあ明日また朝8時半で。明日2限でお会いしましょう。あちょー。バイバイ。バイバイ。